いつもおかげさまです。今日はですね、行きつけのバーの、ヒルンラウンジ麻布十番ですねと、トレーダー仲間のシュウさんと、こちら来ています。ということで、今日の、テーマはですね、本当に今気に入った、仲間たちがいたらですね、どんどんですねアポを取って、次を、会う約束しなさいということと、もう一つはですね、行きつけの店ができたらですね何度も行きなさい、そういったことについて話をしたいと思います。まあ、テーマはですね繰り返しということなんですが、まあ、今ねちょうどバーの経営をされていたので邪魔にならないように外へ出てきましたけども、こちらの、お店ですね。で、あ、ちょうど見えないですね。これ見えるかな。あ、こうしたら見えますね。そうすると私がだいぶ黒いですねこれ明るすぎますね。まあいいでしょう、夜っぽい雰囲気で。で、こちらですね、ヒルンラウンジ、もうね、僕はもともとですね、六本木に引っ越してきた時によくジョギング、していたわけですけども、でその時にですねここ看板を見つけて正直爆笑してたんです。でこれなんでかというとですね、ヒドゥンラウンジと、日本語に訳す、日本語にですね訳すと、これ隠されたラウンジって意味になりますけども、いやいやいや看板出てるじゃんということでですね、ちょっと思って突っ込んでいた、バーであったんですけども、こちら非常に、思い出深いバーなんですね、私にとっては。私の広島のですね大先輩たち、経営者の方とですね、まあ、こちら、一度ですね、来させていただいた時にですね、なんと普通にお客さんとしてたくさんここにやってきたんです。で、我々もですねここを行きつけにしていましたし、その当時、そして、たくさんもですね東京に引っ越してきて、で、ここで、食事をですねしたりだとか、そして、飲んだりだとかしてるということを聞いてですね、まあ、非常にこれご縁が深いなというふうに思ったわけなんです。で、今日はですねそういった大事な場所にですね大事なトレーダー仲間のシュウさんとですね一緒にここ飲みに来たわけですけども、こういうですね、今回話したかったことはですね、この大事な人で大事な場所ということに関してですね、テーマは繰り返しということなんです。まあ、人とですね関係性をですねより深くするためには、何回も会うことによって1回目、そして2回目、3回目、4回目、5回目とどんどん会えば会うほどですね、距離がどんどん近くなると。だから、自分が素敵だなと思ったらですねお声掛けすることも大切かもしれませんが、もっと大事なのは次いつ会いましょうって話をするということ、これがすごく、大事なわけなんです。でこれはですね別に異性だけではなくてですね、私にとってはトレーダー仲間と会うことはめったにないんです。で、ファンドマネージャーとかはですね会うことがありますけども、個人の投資家さん、トレーダーというのはですね基本的に人と会うのが、嫌いというか、あまりですね人と会わないようにしている、そういった方も多いわけなんです。で、そういったことを考えるとですね、こうシュウさんなんか紹介いただいたのもですね非常に、まあ、稀有なことですし、ちょうどですね佐賀の友達が紹介してくれたんですけども、これからですね話すことがまた楽しみでもあります。前回ですね品川で会ったりもしていますけども、やっぱ話すとつきませんし、六本木のうちの会社にも来てもらいましたけども、話すとですね、普段できないの会話がどんどんできるわけなんです。でそういったですね友達の存在というのは非常に、まあ、大きいですし、まあ、これは人の友達関係もしくは恋人関係だけに限らずですね、大事なのは、お店もそうなんですね。ここもそう、お店もそうですが、よくですね何回も来てると言いましたけども、そうするとおのずと人間関係もできてきますし、でまたお互いのですね趣味思考も合ってきてですね、分かってきて、でそれでですねいろんなことに誘われたり、また幅が広がっていくわけなんです。まあ、そういった意味ですねこちら、まあ、ヒドゥンラウンジ、あるわけですけども、私のですね関係性もどんどん、ヒドゥンからですねオープンになりながら、こうやって多くの人に紹介していくことでですね、また、本当のですね濃いつながり、そのつながりのですね濃さはある意味ヒドゥンかもしれません、隠れているかもしれません、そういったですねもの、人、そして場所を持つことがですねいかに大事かということをですね、この80年、25億秒ですよ、めちゃめちゃ短い。でその短い中でですね本当にピンとくる人、ピンとくる場所って出会える確率というのはもう本当にこんなもんもう超ないわけですから、そういったところをですね、見つけたら、もしくは出会ったら必ず次行く約束をしてください。そうすることによってあなたの人生がもっともっと花開くことでしょう。で最後に、家族というのはですねその中でも出会った中でも特別です。しかもそこで生まれてくる命も特別です。なので一緒に時間を過ごすことによってもっともっとそれを深めていく、それが大事だということをですね今半年ぶりにですね家族は日本に帰ってきてくれていて、一緒に過ごせるこの幸せを噛みしめている私でした。ということで今回話を終えていきたいと思います。どうもありがとうございました。